さんこんにちは。アロマライフスタイルの小田焼です。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。今回はぐっすり眠るためのアロマ活用術というテーマでお話ししようと思います。先日視聴者さんからこういったご質問をいただきました。最近夜にアロマを焚いているのですが、眠りにいいおすすめの香りはありますか、といったご質問です。アロマはいい香りでリラックスできて安眠のためにもおすすめなんですが、いろんな種類があってどれを選んでいいかわからないといった方は意外と多いんじゃないかなと思います。そこで今回はたくさんある精油の中から特に安眠効果が高いとされているものを5つ厳選してご紹介していきたいと思います。動画の後半では普段私がやっている簡単な使い方や、あとアロマの効果を高めるために必ず押さえておきたいポイントもご紹介していきますので、アロマで疲れを癒してぐっすり朝まで眠りたいといった方はぜひ最後までお楽しみください。それでは早速ご紹介していきます。まず一つ目がラベンダーの精油です。ラベンダーといえばリラックスや安眠のための代名詞的な存在です。自律神経のバランスを整える働きや、あと睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンの分泌を促すと言われていて、質のいい睡眠をサポートしてくれます。で、香りは甘さのある穏やかな香りなんですが、この香りでリラックスできるのはもちろんのこと、実はこのラベンダーの精油って肩こりのケアなんかにもすごく役立つんですね。なので私自身はこれをアロマディフューザーで焚いて楽しむっていうよりは、主に肩周りなんかが辛い時なんかにアロママッサージで使うことが多いです。はい、そして2つ目がイランイランの精油です。イランイランはお花から取れる精油なんですが、南国を感じる温かみのあるお花の香りで、気持ちをリラックスさせて幸福感が得られる香りです。で、特にイライラしたり、あと怒りを感じたり、不安事や嫌なことが頭から離れずに眠れないなんていう時におすすめです。あとはホルモンバランスを整える働きもあるとされているので、例えば生理前だったり、あと更年期障害で睡眠の悩みを抱えている方にもおすすめできる一本です。で、結構個性的な香りなので好みが分かれるんですけれども、お花の精油の中では比較的手頃な価格なので、イランイランのようなお花の香りも揃えておくとアロマの楽しみ方がぐっと広がります。はい、では次がオレンジスイートの精油です。先ほどご紹介したラベンダーやイランイランは香りが苦手っていう方も多いんですが、そういった方でも抵抗感なく楽しめるのがこのオレンジスイートです。で、実際に寝る前にオレンジスイートの精油を10分嗅いでから寝ると、副交感神経活動が増加してリラックスしたことが実験で確認されていたり、あと就寝中に香りを漂わせたところ、翌朝の目覚めがすっきりするといった結果が報告されています。香りはもうオレンジの皮を剥いた時のようなフレッシュで甘い香りで、特にお子さんにも好まれる香りなので、お子さんがいる家庭でも使いやすいかと思います。ちなみにこのオレンジにラベンダーを混ぜて使うのもおすすめで、この2つの組み合わせは安眠のブレンドとしてもおなじみです。もしよかったらこちらも試してみてください。はい、続いて4つ目がベルガモットの精油です。ベルガモットは紅茶のアールグレイの香り付けとしても知られている柑橘系の香りです。で、ベルガモットは私も大好きな精油の一つなんですが、何がいいかというと、自然の抗うつ剤と呼ばれるほどその明るく前向きな気持ちにさせてくれるので、特に精神的な落ち込みだったり、あと不安を感じて眠れないという方におすすめしたい一本です。で、香りは柑橘系の中でも華やかさがある香りで、あとちょっぴりビターな感じもあるので、女性だけでなく男性にも好まれる香りです。私は最近このベルガモットの香りにハマっていて、香りを嗅ぐだけでも疲れが癒されるので、本当に常にそばに置いている一本になります。そして5つ目がフランキンセンスという精油です。フランキンセンスは古代エジプトでは神に捧げていたという神聖な香りで、現在でも宗教儀式や瞑想に使われています。
で、香りの印象としては深みのある落ち着いた香りなんですが、こう心をゆったりと落ち着かせてくれたり、あと呼吸も深めてくれるので、特に呼吸が浅くて、緊張しやすい人なんかにおすすめしたい一本です。あとフランキンセンスの嬉しいところとしては、シワとかたるみとかアンチエイジングのパワーも最近注目されているので、例えば寝る前にフェイシャルとか、あとデコルテ周りのマッサージに取り入れるのもおすすめです。ちなみに私はフランキンセンスとラベンダーの組み合わせが好きで、結構優しい香りでリラックスすることができます。はい、では続いておすすめの使い方なんですけれども、ここでは簡単にできるものを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目が、寝る前に枕元にほのかに香らせる方法です。で、最近私がいつもやっているのが、こういったアロマウッドと呼ばれるディフューザーに精油を2滴ぐらい垂らして枕元に置いて寝ています。で、これだとアロマを垂らすだけで簡単に使えて、あと自分の周りだけにほのかに香らせてくれるので、すごく便利でおすすめです。あとこういった道具がなければ、こういったティッシュに精油を1滴垂らして枕元に置いておくだけでも十分効果が得られるので、ぜひやってみてください。はい、では2つ目がアロマバスです。これは特にお風呂好きの方にはぜひおすすめしたい方法なんですが、やっぱりアロマバスに使った日って不思議とよく眠れるんですよね。香りで気分は癒されるし、体も温まって疲れもほぐれるので、例えばもう今日一日頑張りすぎちゃってヘトヘトみたいな時には、ぜひアロマバスをおすすめしたいです。で、アロマバスの方法としては、こういった精油っていうのはお湯に溶けないので、必ず植物油などに混ぜてから使うようにします。例えば大さじ1杯程度の植物油に精油を3滴から5滴ぐらいが目安になります。時々この精油をお風呂にそのまま入れている方を見かけるんですが、原液が肌に触れて赤みとかチクチクしたりとか、肌トラブルの原因になってしまうことがあるので、必ず植物油に薄めてから使うようにしてください。植物油を使うとちょっとお風呂のお掃除が大変にはなるんですけど、オイルでお肌もしっとりするので、乾燥する時期は保湿ケアにもなるので一石二鳥かなと思います。そして最後3つ目が、寝る前のアロママッサージです。で、眠れない時ってやっぱりそういうイライラしたり、なんか不安があって眠れないっていう時はもちろん、あとその首とか肩が凝って体が辛くて眠れないっていう時も結構あると思うんですよね。で、そういった時に私がやっているのがこのアロママッサージです。で、やり方としては、先ほどもご紹介したこういった植物油に精油を混ぜてマッサージオイルを作ります。で、量としては植物油小さじ1杯に対して精油1滴が目安になります。で、それをこんな感じで適当に首とか肩周りをマッサージするだけで OK です。で、これのすごくいいところは、やっぱりいい香りに包まれて気分もリラックスできるのと、あとその首とか肩の疲れも楽になるっていうところです。で、実際に私やっぱりこれやった日は明らかに眠りにつきやすくなるので、時間的に余裕がある方にはぜひ一度試してもらいたいです。自分だけじゃなく家族にしてあげてもすごく喜ばれると思います。よかったら参考にしてみてください。はい、では最後にアロマの効果を高めるポイントについてもお話ししておきたいと思います。ポイントは2つあるんですが、まず1つ目が好きな香りを選ぶことです。やっぱり安眠にいいとされている香りでも、それが自分が好きと思えなければ効果も半減してしまいます。特に香りの好みっていうのは本当に人それぞれなので、まずはアロマ専門店などで実際に香りを試して自分の好きなものを選んでみましょう。その中で迷ってしまったら、まずは万人に好まれる柑橘系がおすすめです。そして2つ目が、ほのかに香らせるということです。強すぎる香りっていうのは逆に脳が興奮してしまって、眠りの妨げになってしまうんですね。なので、安眠のためにアロマを取り入れるのであれば、このほのかに香らせるっていうのが本当に重要なポイントです。で、例えばアロマディフューザーでお部屋に香りを拡散するなら、
まあ、大体寝る30分とか1時間くらい前に香りを漂わせるだけでも十分かと思います。私自身はあんまりその寝る前って部屋中に香りを広げる必要はないのかなと思っていて、今回ご紹介したアロマウッドとかアロマストーンであれば、まあ、ほのかに香らせることができるので結構便利でいいんじゃないかなと思います。この2つのポイントは質のいい睡眠を得るためには非常に重要なことなので、この動画をご覧になっている皆さんはぜひこの機会に参考にしてみてください。はい、ということで今回はぐっすり眠るためのアロマ活用術というテーマで、安眠効果が高いとされているアロマやおすすめの使い方をご紹介しました。おさらいすると、まず安眠におすすめのアロマとしてはラベンダー、イランイラン、オレンジスイート、ベルガモット、フランキンセンスの5つです。そしておすすめの使い方としては、寝る前に枕元にほのかに香らせるほかに、体の疲れが辛い時にはアロマバスやアロママッサージもおすすめです。そしてアロマの効果を高めるポイントとしては、好きな香りを選ぶこと、そしてほのかに香らせること、この2つを押さえておいてください。まずは自分の好きなアロマを取り入れて、ぐっすり満足感のある眠りを手に入れていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでも参考になったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。感想はコメント欄にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。